皆さんこんばんは、高橋義樹です。本当にこの平日なんですけども、多くの方々にお集まりいただき、すごくすごく、嬉しいです。僕一人ではこのような人数は集まらなかったと思います。今日はシークレットで一人ね来てますので、やっぱその選手の影響力というか、やっぱり鳥栖の皆さん、佐賀の皆さんに愛されてるなっていうのはすごい、また改めてですね今日感じております。まあ少しでもですね、今日は皆さんに、またもちろん募金活動ではあるんですけど、その中でも楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。それではお待ちかねの、呼び込んじゃいますか、呼び込まれますか、入場お願いします。どうも皆さんこんばんは。元サガン鳥栖の豊田洋平です。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どう、すごいよね、やっぱ人数。いや本当に、ありがとうございます。アリーナ2階大丈夫ね、ユニオン3階大丈夫、3階大丈夫ね、はい、ありがとうございます。まあ、嬉しいですね。松江県のユニオンもありつつ、サガン鳥栖のユニオンもありがとうございます。すいません、本当に急遽のお願いの中、フレスポさんはもちろん、皆さん、平日のこの時間にお越しいただき本当にありがとうございます。早速今日、行き交う場所で、義援金だったりを手渡しで、渡していただいて、本当に、皆さんのご協力に感謝いたしております。今日はもちろんフレスポさんにお買い物に来られている方が大半だと思いますので、義援金の活動ですけども、お金の代償は全く関係なく、本当に皆さんの思いが僕の思いとして石川県に届けられればいいなというふうに思っておりますので、本当に最後の撮影だったりメッセージだったり、そういったものを僕に預けていただければなというふうに思っております。今日はよろしくお願いいたします。少しトークというかお話ししていきたいなと思うんですけど、はいはい、まあ、トヨの思いもあって、はい、あまりこう暗くなりすぎるような感じじゃなくて、皆さんに楽しんでいただけるような形で進んでいけたらなと思っております。そうですね、まあ、SNS が怖いので、ね、どこまで弾けちゃうかっていうところは非常に難しい塩梅ではあるとは思うんですけども、とはいえね、ここは佐賀県で、石川県という被災している場所ではないので、本当に暗くならずに、皆さんでいい、今日は現金であるけれどもいい一日だったなというふうに思ってもらえるような会になればなというふうに思っております。はい、はい、佐賀は、はい、どのくらいぶりに。佐賀はですね、去年ぶりですかね。あ、でもレジェンドマッチ、レジェンドマッチじゃない、試合で九州に来て福岡空港に降り立ち、なるほど、サガンクロスをサガンクロスをね、はい、でね、バスの車窓から皆さんが働いているだろうであろう鳥栖市内であったり、ね、その街並みをね見ながら、あ、ここに住んでたな、あ、まあほとんどの方が多分知ってるでしょうけど、うん、僕の住んでたマンション、ああ元気に知ってます？皆さん知ってますよね。知ってるかな？知ってますよね。皆さん、僕の住んでたマンションに、うん、あー、あるあるあるな、まだ、うん、マンション見えたの、高速から。見えます見えます。あ、見えるんだ。はい。木山過ぎたあたりからね、うん、しっかりこう携帯でスマホで、ね、動画撮りながら横の壁邪魔なんですよ、鳥栖市内見るにはあの壁がね、うん、そうです、撮りながらね、なので去年ぶりだと思いますね、はい、
僕もちょっと街拝見させていただきましたけど、うんうん、結構やっぱり変わってますね。たくさんいろんなところが。そうですね。少しずつ変わってるのかな。ずっといたらなんかちょっとわからないところもあるかもしれないけど。そうそう、話をしていて、うん、あそこ変わったよね、あそこ変わったよねって話をしてるの、うん、あそうだったねみたいな話をしてるんで、うん、まあ、ずっと住んでるとやっぱりその多少の変化も、うんうん、そんなに大きなものではないけど、ね、久しぶりにこうやってそう、ね、来ると、ああ変わってるなとかね。スタジアムも今日行って、うん、写真撮らせてもらいましたけど、横にねサロンパスさんのそうそうそう立派なアリーナ、立派な、もうすごいよ、ここはもうスポーツ大国ですかっていうもう、うん、ね、今バスケットボールのそうね、すごい盛り上がってます、はい、盛り上がってるみたいで、あのサロンパスアリーナっていうんだけど、うん、はいはい、で今年新体制発表、あそこでやらせてもらって、みんな肩にサロンパスとか貼ってみんなもちろん貼ってたよね。というはふくらはぎに貼るのかな。あ、僕はもうあのそこにできる以前からもうエアーサロンパス塗ってから出てる。あ、さすが、エアーサロンパスしてから、はい、傷ドライなんかもしちゃって違いましたっけ。なんかそんな、はい、うん、そうそう、であれでしょ、空港から福岡空港から長崎に行く途中とかで、はい、なんか手を振ってくれた。そうなんですよ、今日もいらっしゃいますけど相田さんが、はい、僕が、駆けつけるというところでずっと待機して高速道路の上から手を振って待っててくれて、涙ちょちょ切れましたよ、ね、もう多分僕のね、僕後ろからカメラの右側のところ座ってますけど、もう曇ってくるんですよ、涙で熱意とその涙で、うん、それぐらい本当にありがたいなというところで、うん、で、またね、その遠征の帰りは空港も送り迎えしてくれた、ね、はい、パシフィックプランニングの高木さん、本当にお世話な、車ではすごいお世話になってましたし、うん、でまたかつね、そうやってせっかくやからって言って空港まで、送っていただいて、空港まで送って、うん、空港でお出迎えしていただいて送っていただくという、うん、本当にあのよくねドラマとかでもあるあの手荷物検査した後もずっとこうねいやまだいるかなちょっとこうやってずっとね、はい、やらせていただきましたね。佐賀県民の方々、はい、温かいよね。温かいです ね、やっぱりこうやってまあね、もうたくさんの方々が来るってなったら、はい、お集まりいただけるし、もちろんあの募金をしに来ていただけるということなんですけど、まあ、いやもうあのね、この裏手でずっと待ってる時ブルブル震えた寒くて寒くてね、で宮崎の格好で来てます。ああそうね、はい、そっか、今はオーク、今はキャンプ、キャンプ中です。宮崎の、都城でずっと2週間15日からキャンプしてたんですけども、うん、第1次が終わりまして、うん、宮崎市の方に引っ越しをして、うん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 、そのホテルから来たので鳥栖からわざと離れてからもう一回来ました、はい、じゃあそのオフの利用、オフを利用して、そうですね、今日、はい、せっかくね、僕の、ね、第二の故郷鳥栖があるんだから、ね、何かこう石川県のために、うん、協力してくださる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなというところがありまして、うんうん、すぐにもう吉木に連絡して、こういうことができないので急なんだけど何かできないかなということをもう快諾して、すぐ即答で快諾してくれて、いやいや、でもちろんサガン鳥栖も含め、うん、あの協力していただいたからこそこの場で、そうね、こういったこともやらせていただけるっていうところで、いや本当にこう、まあ、最初にそういえば言ったけどフレスポさんにもすぐに快諾していただいて、はい、もうこういう形ができたので、いや本当にありがたいですね。ちょっとドキドキしてましたけどね、どれくらい集まってもらえるのかっていうところと、ね、まあ平日というところで皆さんお仕事されていると思いますし、まあ本当にありがたい限りですね、本当に。どうですか今シーズンは、はい、トヨタ選手、はい、いやー4月11日で39歳です、はいはい、あすごい、何シーズン目、すごいですね39歳、はい、21年目、はい、いやすごいな、ね、さっきも吉田話したけど、そうそうそう、85年会、うんうん、
一番最初に辞めるの俺だよって先に言った。言ってた。それはもう忘れないで。それが一番長くやってるっていう。すごいよね。わからないものですね。わかんないもんですよね。いつまでやるのかって言われたら、サファントスさんがオファーが来るまでですよ。オファーが行ってますよ。サファントスさんでした、皆さん。まあね、やっぱ皆さんはそれを望んでるとは思うんですけどね。はい。期待しちゃいますね。そうですね、うん。ちゃんとヘディングだけは衰えないように。頑張ってもらっていいですね、はい、いやー、やっぱあのトヨコプターを見るのは何回見てもいいですもんね。ありがとうございます。年々ね、ちょっと回数が減ってきちゃってるんで、今シーズンは、はい、今シーズンはちょっとなんか目標みたいなの。目標ですか。目標は本当にあの今回の新鮮のことも、うん、もちろん加味して、うん、やっぱり本当にできるだけ多く、うん、2桁と言わず3桁、見けたね。ギネスじゃないか。もう今日もやっちゃえばその見方の一つに入りますか。いやー、いいですよ。まあそういったところも含めて、今シーズンはより一層覚悟を決めて頑張っていきたいなというふうに思っておりますので、応援をお願いしますというのは僕あんまり好きじゃないんですけど、やっぱり今回はまあ訳が違って、こういった、悲しい出来事もありましたし、僕自身も本当に覚悟を決めて頑張っていきたいなっていう中で、皆さんの声援というのは必ず力になるなと、パワーになるなというふうには感じているところなので、うん、応援お願いします。まあ、まあ少しこう震災の話というか地震の話になっていくと、はいはい、あのまあ、トヨは1月1日は石川に、はい、石川県にいました、はい、だということで、まあ多分メディアとかで放送、されない部分も多分いろいろ見てると思うんですけど、石川の今の現状をちょっと皆さんに、はい、そうですね、僕も宮崎ではずっともうテレビをつけるのはずっと NHK をつけっぱなしですけど、うん、NHK さんでは本当に非常に、オフィシャルな部分、公式的な部分はすごく非常に、報道していただいてて、比較的じゃないですか、リアルなあの情報を提供してもらってるんじゃないかなというふうには思っています。ただ地元の話、僕が取り寄せている情報をお話しさせていただくことと、うん、やっぱり、奥能登と言われている能登でも先っちょの方、はい、皆さんだとこうのもっとこの先っちょの方のアンオフィシャルな避難所、例えばですね、その自分たちで集会所に集まってなんとか避難して生活をやりくりしている人、例えば、まあビニールハウスで、自分たちでなんとか生活をしている方で、自分の車の中で生活をしていて、そういったところの物資をいただいては戻ってっていうような、そのアンオフィシャルな避難所の方々にはまだまだ物資は足りてないし、生活はまだまだ難しい状況が続いているというところですね。なかなか、そして能登の奥能登になるとなかなかやっぱり、その救援部隊も行きにくいところがありまして、隣にね、何々県、例えばここで言えば長崎県が左にあって、右側に福岡県があってとかっていうところだと、やっぱりその供給するルートがたくさんあるんですけど、石川県の性質上やっぱ半島なので海なんですね。でなかなかそこの流通の経路っていうのが確保できずに、奥能登の方ではまだまだ苦しい思いをされている方がたくさんいらっしゃるっていうところが現状です。でなかなかそこは、やっぱり入り込んでいけないので報道もされてないっていうところがあります。うん、あとはそうですね、報道はされてないんですけども、比較的その能登ではない、比較的内陸に近いような、エリアでも、下が軟弱な地盤のところだと、液状化だったり、まあ陥没だったり、もう本当に家屋の被害もあったりして、意外と報道されてないところで甚大な被害も、
受けていて、で実際に僕が、トスの頃から、設立している社会人クラブの選手だったり、うん、その親族だったりも被災されている方がいて、まあ、本当に報道されてないことは本当に山ほどあってっていう現状がありますということは今皆さんにお伝えできることかなというところですね、はい、うん、この石川にいて多分佐賀の方々ってなかなかこう現状わからない部分もあって、やっぱ何をしたらいいのかっていうのはやっぱりいろいろ考える人たちが多いと思うんですけど、やっぱりこう募金が一番、そうですね、あの募金が非常に、分かりやすい、まあ、あの本当にいろいろ調べると、うん、支援金だったり、うん、現金だったり、うん、たくさん迷うことがあると思うんですけど、うん、もう迷ったらならば僕も今回皆さんの、うん、支援していただいたお金は石川県庁の口座で、うん、全額寄付させていただくんですけども、迷ったんであれば石川県庁の、口座に現金として振り込んでいただけると、やっぱり一番情報が入っているのがやっぱ石川県庁になるので、うん、その都度その適切に、必要なところにお金が振り分けられるというところがありますので、もちろん、全員カナダとしても口座を持っており、うん、自分たちで支援するという形も持っているんですけども、今回もそうですけど、僕個人的な活動というところでクラブにも了承を得てさせていただいているんですけども、僕自身もやっぱり石川県一番やっぱり情報が集まっていて一番思いが、預けられる場所、うん、っていうところで、皆さんはそこをまず選んでいただきたいということ、ただ、義援金をお願いしますお願いしますだけではなくてですね、僕のお願いとして個人的な思いなんですけども、うん、やっぱり、豊田がいるから心配だからって言って、石川県大変そうだからって言って、この他県の皆さんが自粛自粛っていうモードを1ミリでも出してもらうと困るなっていうところは僕個人的には思います、うん、本当に、まあ、あのしっかり食べて遊んでしっかり働いて税金を納めてしっかり経済を回してもらわないとやっぱり日本のためにもならないっていうのはそうなんですけど、やっぱり復興、あの甚大な被害は日本のお金を使わないと復興なんて本当に難しいんだろうなっていうぐらいの被害なので、やっぱりそういった意味では日本の経済をしっかり回してもらわないと、その日本のお金に余裕がない限り、なんかやっぱり口でなんていうかね、復興頑張りますって言ったところで、やっぱり甚大な被害もそのちょっとのニュアンスの言葉ではなかなか難しいし、国をこう上手に利用してというとおかしいですけど、それぐらいのやっぱり被害だと思いますので、皆さんは本当に自粛モードにはならずにしっかり働いてしっかり税金払ってもらって飲んでもらってもいいし遊んでもらってもいいと思います本当に。思いはやっぱり皆さんこうやって来ていただいて、うん、僕はしっかり預かってそれを向こうにしっかり届けたいと思いますし、向こうの支援、被災の方々にも届けたいっていうところももちろんありますし、僕のパワーにもしてですね、うん、しっかりそのピッチ上で表現できるように、でその表現した姿がまた被災地の皆さんに、うん、力となって届くようにできたらなという思いで今日、うん、来させていただいたので、うん、正直な話するとですね、僕も会社やりますけど、うん、本心がありました、本当に揺れました、うん、本当に、本当にびっくりするぐらい揺れて、もうこんなのを経験したくないと思いました。あれだけ離れててもですね、僕は内陸の方に住んでるんですけど、それがやっぱり被災地に近いところはやっぱりよっぽどあのテレビで見る状況になるなっていうところは、うん、自分で肌感ですごく分かって、うん、でやっぱり恐怖がやっぱりこの余震が続くんじゃないかと、で家族もいる、自分も守らないといけない、そういったところで安易に僕大丈夫です被災してませんなんて SNS 発信できないですよ本当に、自分の当事者になったら、うん、なので自分はやっぱり後人として、で皆さん全国で、あ豊田、石川県で言ったら豊田だなって思っていただいた方がたくさんいられる、おられると思うんですけども、
その方にメッセージを発信しないとなと心では思うんですよ。もう絶対できないです。もう怖くてもう恐怖がありますし、自分だったり家族を守ることに手一杯、次何が起こるかわからないので、なので皆さんには少し本当にご心配をおかけしましたし、やっとですね、今このぐらい1ヶ月経ちまして、余震もだいぶ落ち着いてきて、でもまだ何が起こるかわからないんですけども、自分も家族は心配ですけども、宮崎に来てで心身ともに少しこうリラックスできたし、頭の整理もちょっとずつできてきたなっていう、このタイミングでやっと今できることをしよう、スポーツ界どう考えたって短期的なところで何かこう力になれるって言ったら本当に何もできないなっていう無力さをずっと考えてたんですけども、中長期のところでどれだけスポーツ界ができるかっていうところだと思うんですけど、それでもやっと頭が少しずつ整理ができて、ここに来て、あ、じゃあもうちょっと自分ができることを動き出そうというところで、まあ、石川県の仲間を募って、今回も2月に、被災した子どもたちと支援を行いたいというところも発信させていただきましたけど、で今回も、どうせ宮崎にいますし、どうせって言い方をして宮崎にいますから、休みを使って、ぜひ皆さんの力をお借りしたいと、その上で YOSHIKI、サガドリームさん、そしてフレスコさん、にご協力いただきましたというところが現状の僕が今来たところの、理由になっていますし、心の整理が今やっとできましたということを皆さんにお伝えしたいです。まあ、これから少しこう議員活動というかやっていきたいと思うんですけど、まあ、改めて今日集まりいただいた皆さんに、豊の今の思いであったり、まあ、震災についてもと、まあ、サッカー選手としても改めて皆さんにお伝えしてもらいたい。そうですね、震災のところは今ある程度僕の思いというのは皆さんにお伝えできたかなというところ、まだまだもちろん、今回僕の地元で、地元石川県でこういったことが起きてしまったので、もう本当に、これから長きにわたる挑戦であり、まあ、大事なことなのかなという、当事者になって初めて、より思いが強くなりました。これがやっぱりじゃあ自分は阪神大震災の頃、じゃあ東日本大震災の頃、本当にそういった今の思いで、そういう活動を行えていたかなというふうに、自分をやっぱり責めましたし、まあ本当に広く石川県だけじゃなくて、もう本当にこの、まあ、災害大国ですよね、日本って。もうどこで何が起きるか分からない。もちろん大町町も、ね、豪雨で大変な思いをされて、今はだいぶ復興されたんですよね。僕も当時少しだけ顔を出させていただきましたけど、まあ、本当にどこで何が起きるか分からない世の中で、本当に皆さんが手と手を、皆さんと共に手と手を取り合いながら、本当に難局を乗り越えていくっていうことが非常に大事かなというところが思います。それはもう昔のサガン鳥栖もそうだったんじゃないかなというふうには思います。そうですね、本当に足りないから、足りない足りないって言っててもね、ガチが浮かないから工夫で何とかしようよという、そうね、そういったところをやっぱり思い返すと、まあ、僕のサッカー選手としてのキャリアの、まあ、ここはもう言ったら原点に近いようなところですし、育ててもらった地域のことを思い返して、でまた皆さんと手と手を取り合えるんじゃないかなというところで、すごく不安でしたけど、どれぐらいこうね、ご協力いただけるかっていう、その金額の代償じゃないですよ、本当にその思いがこの平日でこの時間帯でどれぐらい伝わるかなというところが、ちょっと心配していましたけども、本当にありがとうございます。本当に一人一人に本当に、ね、感謝を伝えたいところですけどね、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、はい、ということで、はい、まあ、トークのところはここで終わりにして、一度写真、は
はい、もう写真、はい、撮りたいと思いますので、あのメッセージ掲げていただける方は掲げていただいて、カメラはいただけたらと思います。今上にいる皆さん、ちょっと一つ提案なんですけど、僕たまにやるんですけど、指で石川君の方、右手でやった方が右手でこうなると石川君の担当のイメージができて、でグーっていう指に言いましょう、カメラっていう、ありがとうございます。はい、お願いします。いや本当に想像以上の方が、足を運んでいただいて、ご協力いただいて本当に、感謝気持ちでいっぱいですし、本当に、ここに来た甲斐があったなと、宮崎から距離はありましたけども本当に来てよかったなという思いです。やはり地元、自分の地元石川県が被災して本当にすごいショックを受けていたところを、時間の経過とともに心身ともに僕も少しずつ落ち着いてきた部分がありましたので、その中で今自分ができる小さなことかもしれないですけど、そういったことをチャレンジしようという中で、サガン鳥栖高橋良樹 SRO に相談したところ、サガン鳥栖も一緒になって応援していただけるということで、今回本当に急な話にもかかわらずフレスポトスさんがご協力いただけるということで、皆さんに足を運んでいただける場所を提供していただけて、本当にわがままな勝手な提案だったんですけども、このように実現できて本当に良かったなというふうに思いますし、この思いをしっかり被災地また石川県にしっかり届けたいなというふうに今の本当に率直な気持ちです。いや、 やっぱりね、第二の故郷ですから、本当に心温まるメッセージを一言二言、ファンサービスの間募金をしていただける間に声をかけてくださるので、やっぱりそれがやっぱり僕のパワーの源になりますし、ね、今一度39になる年で10代20代の選手と切磋琢磨してキャンプを今必死に乗り越えていますけれども、またね、長いキャンプですけども、二次キャンプに向けて、心のリフレッシュ、体のリフレッシュになったと思います。いや本当にシンプルに本当に頑張ってくださいっていうところがありますし、その頑張ってくださいにも本当に重みがあると思っていますし、その思いをしっかり、被災地ないしは石川県全土に、しっかり配っていけるように、僕も今後中長期のところで活動していかないといけないし、今できることも短期のところではやっていかないといけないのかなというふうに思っていますので、サッカー選手としてもでも地元の人間としてもしっかりこれから頑張っていきたいなというふうに思っております。そうですね、本当に多くの方にご心配をいただけていると思います。本当に石川県が元に戻るにはやっぱり時間は必要ですし、本当に短期的な一時的なものではなく中長期と渡ってしっかり支援しない、いかないといけない中で、佐賀の皆さんにも今後ご協力いただくことは多くあると思いますけれども、その際はまたご協力いただけると本当にありがたいなというふうに思っておりますし、
またね、第二の故郷であるこの戸田市に僕も足を運んで、皆さんとしっかり手を取り合えるような環境をしっかり作っていきたいなという